マリア・ボナ・マルゲリータ・アルベルティーナディ、サボヤ・ジェノバは、イタリアの王族、ジェノバ公爵家の皇女。第二代ジェノバ公トンマーゾとその妻のバイエルン王女、イザベラの間の長女として生まれた。おばのマルゲリータは、イタリア王妃であり、その一人息子である国王・ビトーリオ・エマヌエーレ三世とは、いとこ同士だった。年月日に、父の持上の一つ、 アリエの上官において、母方のまたいとこにあたるバイエルン王子コンラートと結婚した。コンラートがオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフの孫息子ということもあり、二人の結婚式にはカトリック王族の名門であるハプスブルク家、サボイアやビッテルスバッハ家から大勢の参列者が訪れた。第二次世界大戦が始まると、 ボナはイタリアで親族と一緒に従軍艦護婦として働いた。戦後、ボナは1947年までドイツへの入国を禁じられていた。ボナは1971年にローマで亡くなり、突撃先であるバイエルン王家ゆかりのアンデクス修道院に葬られた。ありがとうございます。